そこまでして長生きしたい奴がこんなにいたことが驚きだよ。俺は悲しみも喜びも根性で足りる。この最後の試練をお前たちと超えられるなら。このせい、ここで終わろうとも悔いはない。あの出会いが喜びに入るのか、悲しみに入るのか、今となっちゃ分かりゃしねえが、それでも一つ確かに言えだ。憎しみ合い殺し合い、それでも断ち切れねえ。そんなバカどもに振り回されんのは根性を限りにしてえもんだ。アマントが地球に降り立ってうん十年、俺たちは迷い悩み生きてきたが、今なら言える。あの日々は無駄だ。なかったか。失われゆくものの中で守らなければならない大切なものを見つけた。伸びた影が光の在りかを教えてくれた。だからもう恐れたりしない。正面から堂々と迎えてあげる。知らねえんじゃ祭りもできねえからね。ほうほう、ようやくよろずやが上であることを認めたんだ。何言ってやがんだよ。どうせバカ騒ぎするんならとびきりのバカ担いだ方が面白えだろ。じゃあ僕らはそこに上がる資格はないや。行きましょう、みこしのもとへ。最後のバカ騒ぎに